こんにちは。早速第2回目です。イエーイ、ゆみこです。ゆりこです。今日はですね、やっぱワンちゃんだけじゃなくって、まあ、ペットを飼われてる方にとって、まあ、避けて通れない道。やっぱり、ね、人間と比べて、動物ちゃんって寿命が短いから、どうしてもやっぱワンちゃん、ね、ペットちゃん飼われてる方って、やっぱりその、やっぱ亡くなることイコールやっぱ、まあ、もちろん辛いことだし、悲しいことだし、私も前飼ってたワンちゃん糸なくしてて、やっぱすごくもう3日間涙が止まらなかったっていう、もう号泣分かる、何をしてても思い出すみたいな。そう、それなの、なので、私はね、もうでも立ち直るというか、結構なんかすぐ切り替えてじゃないけど、いける人だった、もともとが、だけどやっぱりいろんな飼い主さん見たりとか、やっぱり他の方たちの話を聞くと、やっぱりペットロスか、になってしまう方がいるので、ちょっと今日はその話をしようかなって思います。私も、私はペットロスになるって思ってて、自分が、それがちょうど2年前で、実際自分のワンちゃんが亡くなる3ヶ月前にそれに気づいたんです。でまだめちゃめちゃ元気だって、まあ、13歳のワンちゃん、シュナウザーのね、イブちゃんを飼ってたんですけど、めちゃめちゃ元気で、元気な時だったけど、あ、いつかはあるって思った時にめっちゃ恐怖が来たんです。多分イブちゃん死んだらもう仕事できひんのちゃうかなとか、私はもう絶対ペットロスになるって信じ込んでて、そんな時にペットロスのとかを改善するライトワーカーさんっていうお仕事をされてるこの浅井由美子さんに、実はネット上で出会ったんです。そうネット上だった。そう、始まりはもともとワンちゃんのご飯の勉強を、教会があって、そこでしてて、そこの紹介の画面で、富山県で、そういう活動をしてるっていう人を見たんです。なんかもう見た瞬間お互い、あ、見た、トリマーさん同士だってなって、そうだね、フェイスブックで出会ったのが出会いで、ね、だってその後、まあ、トントン拍子でというか、まあ、会うことになり、そのペットロスのね、ことについて、まあ、すっごい知りたくなって、飛び込んじゃったのが私の始まり、ね、しかもそのイブちゃんが亡くなる3ヶ月前だったんです、それが。そう、しかもめちゃめちゃ元気で弱ってもないのに、なんかふと、あ、ペットロスって何って思って、でそんなんされてる人をホームページで見て、え、私も学びたいって思ったのがなんですけど、なんかあるんでしょう ね、やっぱペットロスが怖いとか、その、お別れが怖い方 の、 そのやっぱり特徴というか、まあ、私もそうだったんだけど、やっぱり死で終わり、死んだら終わり、そう、いなくなる、寂しい、そう、だからもう永遠の別れ、そうで、やっぱり思う、そういうその考え、まあ、考え方というか、そういう気持ちがあるとどうしても、やっぱりね、怖いよね、怖いし、もうなんか得体の知れない恐怖、そう何なんでしょうね、ペットってやっぱそれだけの存在になってたから、自分も多分依存もあるし、でトリマーって仕事してたら余計にやっぱワンちゃんに対する気持ちが大きくて、そう、でも今は違うもんね。違います。それで、ライトワーカーの講座を受けに行って、2日間ですよね、あれは。そう。ベーシック講座2日受けて、それでコロッと自分の意識が変わって、それを教えてくれた先生なんですけど、見事に変わって、私はその2日間がすごい衝撃でした。そう。やっぱり、もともとはみんな、まあ、一つなんですよ。なんかやっぱ死ってやっぱ肉体がさ、もう生命活動を、全うして、肉体もなんていうの、もう血も通ってないし、まあ
死んだっていう、うん、命がなくなったってことになるんだけど、うん、まあちょっとエネルギーのことを、うーん、なんかどこまで話せばいいのか話していいのかちょっと分かんないんだけど、うん、あのライトワーカーのその思想っていうか感覚では、うん、死は終わりじゃなくって、うん、ずっとつながってるエネルギーは、うん、意識、うん、だから亡くなっても、うん、ただその戻っていくだけなんです、ね、源に、うん、でうちらもその源から来てるし、ワンちゃんもその源から来てるし、うん、まあ、源っていうのはまあ分かりやすく言うと、まあ宇宙っていう感じで、ちょっと今は、うんうん、宇宙とか天国っていう感じで、まあ、天国って感じ、もともとみんなそこにいて、うん、そこから、その意識が分裂っていうか、うん、そこから地球に降りてきて、で肉体に入って、うん、でまあワンちゃんならまあ15年20年今20歳ぐらいの子もいるもんね。20歳ぐらいの子もいる、まあ、若くね、亡くなる子もいるけど、そう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 、うん、うん、だし、まあ、人間もまあ180歳とか100から100歳ぐらい、うん、でその地球をまあ楽しむっていうか、うん、でも、まあ、そこで命が終わっても、うん、あの帰っていくだけなんで、うん、その感覚なんです私もずっと、うん、うん、だからうちの今さくらっていうシーズーが今も18歳とかで、うん、まあ変な話ね、いつ亡くなってもおかしくないっていうかでもなんか何だろう、さらっとじゃないけどすごい幸せオーラしかなくて、その死に対しての、うん、それ持つってすっごい大事なことやなっていうのを、うん、なんかね、うん、そのなんか死なないでとかはないんよ。だって花だっていつかは枯れるでしょ、うん、それが自然の摂理っていうか、うん、だからうちらも必ず死ぬし、死ぬし、ね、出会った意味めっちゃあるし、なんかもう本世で出会えたのってめっちゃ意味があるなって。そうだから本当に意識を拡大していくと、うん、本当にこのなんていうのかな、生と死も全部一つっていうか、うん、まあ、生まれたからには必ず死んでいかなきゃいけないし、それが例えば病気であれ事故であれ寿命であれ、うん、まあ、ここではまあ言っていいかな、まあ、魂はもうその寿命はもう自分で決めてきてるっていう、うんうん、そういう感覚なんですよ、うんうん、だからもちろん死んじゃって悲しいっていう気持ちはもちろん人間だし、やっぱ肉体的に離れてしまうから悲しみはある、うん、けど、うん、帰っていくサイクルです、自然の、うん、 それうん、それに気づかせてくれたライトワーカーの先生なんでいや私は自分も変わったし、それでまたそれを広げていく活動されてるのすごくて、うん、すごくやっぱ知ってほしいって、知ってほしいってめっちゃ思います、ね、思う、うん、これから、うん、そうそうそう、あの、あ、そうそう、あのね、受講生さんで、うん、やっぱあのそのペットロス、うん、その死に対する概念っていうか、うん、考え方を意識をね、うん、変えてからやっぱワンちゃん亡くされた方いるんですよ、うんうん、でも、うん、すごい不思議で、うん、前の子はもうずっと後悔してたけど、うん、今回の子は、まあ、その方は多頭飼なんだけど、うん、今回の子は、うん、なんか本当に変えていくだけなんだなっていうのが感覚で分かって、うん、なんか次の日からも普通に、ね、お子さんとショッピングモール行ったりとかもう普段と変わらない生活、確かに、でその亡くなったワンちゃんの思い出話をお子さんとしたりとかして、うん、悲しいけどでも帰っていったんだよってことをお子さんにお話ししたりとか、うん、うん、そうですよね、すごい心の立て直し方さえ分かれば、うん、誰でもそうなれるっていうのをめっちゃ心細い私が知ったからあ、これは本当にすごいと思いますね。だってワンちゃんも、うん、やっぱり飼い主さんが笑ってるのがやっぱり嬉しい、うん、うん、亡くなってからも、ね、そうそう亡くなってからも、うん、うんうん、
ただね、私たち人間だからね、難しいこう感情があるから難しいけど、うんうん、それは絶対に立て直すことができるので、うん、なんかそういう人を増やしたいですね。そう、うん、大丈夫です、みんな。今日はみんな大丈夫。大丈夫。何があっても大丈夫です。大丈夫。うん。感じかな。じゃあ今日は。今日はこれで。はい。じゃあまた。またね。